何？あ、別にこれはし、え？どここれ？ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、進めていきますか。未来の閻魔宮殿最上階に行こう。どこだい最上階。ま、でももうこれって、あれやね、お、扉自動で開くんやね。さすが未来。そういうことじゃない？鏡も普通にそのまんま通れたし。これ永久に繰り返すわけじゃないよね。なんかそういう不安。おぉ、何怖い。飛び込むのこれ。ん？何？今の何？何か変な感じだったね。ビビってる暇なんてないぞ。どんどん行こうぜ。繰り返してない？大丈夫？なんか本当に、え？繰り返してるよね。え？閻魔宮殿ってこんなに長い道あったっけ？確かに前はもっと短かったかも。なんかちょっとゾワゾワしてきたんやけど、私こういうの、こういうのすごい苦手なんやけど。あの、迷いの森とかも苦手やしさ。終わらない。この広さ、さすがにおかしくないか？そんな、どうしても私たちを先に済ませたくないのね。ほら、超ゾワッとする。今鳥肌立っとるもん、私。この不気味さ。てか最初にたどり着いた、あの、わけわからん吸い込まれそうな場所にもたどり着けんねんけど。これは、やられたな。参ったな。さっきから同じ道を繰り返し歩かされてる。ですよね、やっぱり。愚かな連中よ。ようやく我が無限回路に気がついたか。ふざけるな！くだらん結界を張りやがって。この宮殿はお前のものではないぞ、空抜き。そこにいるのは閻魔か。ウィスパー震えすぎやろ。しぶとく蘇ったようだが、もはや貴様は敵ではない。時を超えて存在する私には無限の時間がある。人間の命より閻魔の命より、遥かな時間が。貴様の存在など、もはや気に留める必要もない。そんなことは時間さえあればどうってもなる。そして悠久の時をかけてでも、私は鬼姫を手に入れてみせる。はぁ、あ。あなた、そんなに主家に会いたいの？その割には随分と勘が鈍いみたいね。あ、気づいてない？マジで？なんだと？ちょっと！気づかないの？私は主家の生まれ変わりよ。はっはっは。貴様が主家だと？大した妖力もない小娘が何をほざく？うわぁ、本当に会いたいのか、お前。覚悟しなさい！さあ、この道を開けなさい、サラナキ。妖魔界の王があなたを倒しに来たわ。なんと、その魂の輝きは。やっと信じた。まさか誠に人間転生したというのか。もろくか弱き人間に。ならば、その命尽きる前に我が物としてくれようとしか。行くぜ、みんな。そんなことさせるか。お、ここで戦闘ですか。覇者の力だと。くだらぬ小細工を使いよって。だがその力、必ず奪ってみせる。その選択が愚かであったと、今に後悔するだろう。なに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 、何が起こるの？みんな、大丈夫？へへ。なんともないぜ、夏目。覇者の力、様々だぜ。今のは、空泣きから守られたってこと？参ったな。あの扉を通るとまた同じ道に戻ってしまうのか。ああ。あれが空泣きの作った結界だとすれば、どこかにその力の源があるはずだ。それを消すことができれば、結界は効き目を失い、奥へ進むことができるだろう。よし！妖魔レーダーで怪しい場所を探してみよう。この回路の謎を解かない限り、閻魔宮殿の奥には進めない。どっかに抜け出す手がかりがあるはずだ。探そうぜ。かしら。あ、これか。あったー、陽気汚染。え？はい。吸い取りましょう。
ひっぺがせい。お、メラメライオン。妖狂星に潜んでいたメラメライオンは突然襲いかかってきた。おお、なんだかいっぱいいるな。なんだかいっぱいいるよ。またしてもオロチグレートか。ヤマタのオロチ。そう、はい、キュウリグレートかからのグレン地獄。はい、みんなのコーンをいただきます。コーン、イエー、よし、来い。はい、コーン、イエー、よし、来い。はい、コーン、イエー。いいね、あっという間やわ。さあ、あとはまだ何か。ん？もう何もなさそう。この次行って大丈夫？あ、もしかしてそれぞれの場所に、あ、一個ずつなんかあるってことかな。ここにも妖気汚染。多分、誰かしらとバトルやね。妖気汚染を見つけた。よし、来い。誰だ？おお、びっくりした。妖気汚染に潜んでいた幻魔将軍は突然襲いかかってきた。また大量ですか？さあ、これで最後の扉の先。なになに、なんか明かりが灯ったけど。今の音、さっきの扉の方から聞こえてきたみたいだ。どうやら新魔妖怪があの結界の力の源ってことらしいな。扉の方に行ってみよう。ん？もう何もない。普通に進める？行けるんかな、この先。ん？何もおらんね。行けそうかも。これ逆方向に進んでいきおらん？こっちじゃない？こっちですよね。ほら。めっちゃ逆方向に進んでいきよってやん。おお、来たよ。もう何もない。行こう。この先にキュッピーがいるの？そうか。え、いないよ。どうやらこの妖怪も空泣きに操られているようだな。みんなを助けるためにも早くこの結界を抜けなくちゃ。新魔妖怪を倒し、空泣きの結界を破るぞ。こいつらをみんな倒すってこと？これは関係ないんかな？いや、やっぱり関係あるのか？とりあえず戦っていくか。そうか。この妖怪も空泣きに操られて。みんなのために。ってことは、やっぱりここのやつらを倒していくしかないということなのか？なのか？新魔妖怪を倒すと言われましてもね。メラメライオン、あ、なんかこっちに、これか、これや。ほら、もやもや、まさかの横に。来たよ、来たよ、新魔妖怪たち。ほら、やっぱまっすぐ進んでいきよるだけじゃいかんかったんや。そういうことだ。痛い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 。何あの目のマーク。怖い怖い。超絶
怖いんですけど。不動明王ボーイ。お、待って。どこ？あったー。はい。オッケー。はい、不動明王ボーイ。六冠雷鳴斬り。そして、キュービグレーとか。からの、グレンジオフ。これでちょっと進んだかな。お、サスライマボーナスめっちゃいいやん。は、増えた。やっと増えた。ね、また音が聞こえたよ。行ってみよう、みんな。ああ。手応えありだな。どんどん進もうぜ。ここの炎の色が、炎の光が灯ったら、何かしら横にそれたところがあるということよね、きっと。この辺はなさげですね。あ、ほら、ここや。これかな。これなの。でもこれただの雲外鏡なんだけど。ただの雲外鏡じゃないの、あれ。わかんない。じゃ、とりあえずこっち行こう。神魔妖怪が現れるまで動かんといかんってことかな。何もいない。なんか別の場所があるとかそういうこともない。メラメライン。この子も別に神魔じゃないよね。ん？なんかある。これは？なるほど、進んだけん、またなんか、陽気汚染が出てきた。え？ほい。ほいほいほい。あー、怖いよヘイ。はい、引き出せ。シンマですね、あなた。陽気汚染に潜んでいたズッキュン石が突然襲いかかってきた。よっしゃ、こーい。はい、ステンドウチグレートか。やめてやめてやめて。おにしグレート。からの友達召喚。レイ。いい感じ。ふう、これで進めるはず。神魔妖怪を倒したのに何も起きないよ。まだ何か隠れているのかも。もっと探してみましょう。もっと。でもあれ神魔じゃないしな。君は関係なさそうやし。まだあるの、陽気汚染。これさっきのとこじゃないの？違うの？じゃないとしたら、また、むき出しな感じで。最初からむき出しな感じで陽気汚染があることになるけど。へいへい。いや。すいません。一緒？
え、無限回廊に続いて今度は無限陽気汚染ですか？どういうことかしら。はい、四天童子グレーとかからの鬼しぐれ。せーぞお前ら。イエイ。まだ何か隠れているのかも。これは？これロボニャン。関係なさそうだな。倒したけど関係ない。向こう側とかもないしな。一応そこの陽気汚染も消えとるみたいやけど。ほら繰り返す。キャー怖い。ほらここもいないでしょ。いないし、普通にこの辺何もない。追いかけてこないで。陽気汚染はやっぱりある。どうした、なぜだ、何もいない。ここをやっても多分またズッキュンシーが出てくるんやろうな。ひたすら繰り返す。ひたすら繰り返す。私はね、またこう進んでいって、この横のところにさらに新魔妖怪が出てくるんやと思ったんやけど、違うのか。逆に、また戻ったところでな。戻ったところでな。いないんですけど、新魔妖怪がいないんですけど、助けてください。逆走していく。あー捕まった。何もいないっすね。ただただひたすら。え、何？あ、別にこれはし、え？どここれ。え、どここれ、戻ってきてもないんやけど。何これ何これ何これ、どこですかこれ。全くわからんけど、シンマ、あなた。もやってるよね。やっぱり逆走も必要な過程なの？いや、わからんやん、そんなの。ちょっともう。ちゃんとしてよ。ちゃんとしてよね。結構戻ってきたよね。多分、もうすぐ行ったらまた、あの鏡のところに出るんじゃないかなぐらいには戻ってきたことない。あ、容器が足りない。お、なに？ジャボおいで。よし。大ジャマフェスティバル。友達召喚。レイ。やったね。これで進める？もしかして。え？まだなの？
まだひたすら戻っていくとか。あれってか、ここの廊下なくなった？ねえ、横に繋がる小部屋なくなったことない？あれってか、壁の陽気汚染も消えたな。これまた戻っていきよったんでいいかな。え？もうここまで戻ってきてしまった。ってことは次は進んでいくのか？なんだなんだ、わかりづらいな。あれ？もうここに来てしまったんだけど。ん？あれ？そっか、一旦外に出たけん。またここまで来たんか。宮殿の奥に進みたいんです、私。どこかに抜け出す手がかりが。抜け出す手がかりはどこですかね。おー、また。一体どうなってるんだ。で、このロボニャン。全然違うよね。てかさっきさ、オロチと戦ったところこういう感じの場所じゃなかった？来ないでー。なんなんすかね。またこれを調べてみるとか。いやでも多分変わったことはないんじゃないかと思うんだけどな。これと薬草を繰り返すとかそういう感じ？いや違うかな。わからねえ。水くない？もう永遠にさまようんじゃないかと思うよ、私。ほら、またズッキュンし。どんだけだよ。やっぱり何も起きねえ。マジか。マジか。じゃあ、また戻っていくしかない？戻ろう。くっそー、戻ろう。戻って、あっちとか別に何もないよね。何もないぞ。またオロチ。どんだけオロチいるの？何回戦うの？回数があるんかな？よし、来い。やっと扉が開くだけに条件が満たされるとか。俺の出番か。よし、交代しよう。秋のりいいぞ。幻獣召喚、違う、できてない。幻獣召喚も降臨。幻獣切り、これ回復じゃん。あ、違うか。違う、回復。あ、でも今キュービと四天王寺死にそうやったけん回復でよかったか。あ、怖い。殺される。火炎の術。おお、秋のり大丈夫か。おい、超刀ガチャ。待って、トーマ来て。剣の攻撃アップ。これで進めるか。回数関係あったんかな。オロチ2回倒さんといかんかったってこと？オロチ2回と、あと、ねえ、なんかさっきまでとちょっと違う感じがしたかも。一度扉の方に行ってみようか。オロチ2回倒したのと、ん？こっちは鏡か。え？なにこれ、なにこれ、なんか落ちとるよ。
大妖魔のアーク反逆覇王を手に入れた。なんだいそれは。オロチ2回倒して、で、あと、ん?この裏側だったの?そんなとこ行ったっけ私。いやー何?めっちゃびっくりしたんやけど。え?神魔だったよね今。めっちゃびっくりしてんやけど。何が起きたかと思った。こうはやめてよもう。はい、オロチグレートか。からの、ヤマタのオロチ。よし、いいぞ。そして、四天童子。グレートか。グレートか。そして、鬼しぐれ。でいい。はい、海ちゃんの。海ちゃんじゃない、ふみちゃんの。友達召喚。でいい。ふぅ。ふみちゃん死なんかった。ビビる。めっちゃビビる。まあ、でもこれで。あら、ズッキュンシーがいらっしゃるけれど。ズッキュンシー。あ、なんか、こっちにもアイテムがある。ん ?2 つある?なに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 ?武神の刀。そして、ありがたい漢方。いいね。この先になんか妖怪。話せる妖怪が2体おるんかな。あれ?びっくりした。ズッキュンシー消えたと思った今一瞬。へえ、風神雷神。お前たち、カイラ様を頼む。カイラ様、お役に立てず面目ない。あれ何?妖怪?あれカイラ様?よくわからないけど、とりあえず回復しておこう。よし、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。結局、あれは回数が関係あったんかな?無限回路。それとも、バグとかじゃないよね?別に。わからんけど。謎。